明日の北海道の天気はどのようになりますでしょうか。はい、明日は低気圧の接近によって湿った雪が降りそうなんですね。しかも積雪が多くなるところも出てきそうです。はい、まず予想天気図ご覧ください。こちらが明日朝9時の予想図でして、この日本海にあります低気圧が夜にかけて北海道方面に接近をしていきます。この低気圧の北側は寒気が流れ込みまして、北海道エリア降るものとしては雪のところが多くなると見ております。はい、でその天気の移り変わり午前3時以降で見ていきますと、白く表現されている雪エリアですね、これがだんだんと日中帯拡大をしていきます。低気圧により近い道南渡島半島付近では、上空暖かい空気で雨の降るところあるんですけれども、道東エリアや内陸部を中心に雪が降り続くといったところもありそうです。寒気とはいえですね、真冬ほどの強さはありませんので、雪質は、結構湿ったものとして降ってくると見られます。はい、予想される積雪量なんですけれども、これが明日の午前0時からあさっての12時までのトータルの予想積雪量です。特に多いのが十勝や日高ですね。多いところでは20センチ以上が予想されます。日高山脈を中心にこの沿岸部でも雪の量が多くなります。しかも湿った雪で降ってきますので、路面シャーベット状になってかなり、悪くなる可能性もありますので、北海道エリアの方は太平洋側中心に、車の運転などにも十分ご注意ください。はい、また風も、強く吹きます。吹雪いて見通しを悪くする恐れもありますね。はい、わかりました。北海道は明日積雪や吹雪に注意してお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。